今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、夢グループ、やばいです。夢グループって、よくテレビショッピングで見かけるわよね。毎日のように流れているが、確かに少し怪しい感じがするぜ。石田社長とアシスタントの星名ゆりさんが商品を PR する CM で有名な会社ですが、なんと年商は150億円を超えるほどです。しかし調べていくうちにとんでもない話がたくさん出てきましたので、本日はそちらをご紹介させていただきます。ゆっくりしていってね。夢グループはテレビ CM や新聞広告、折り込みチラシで商品を宣伝して販売する、通信販売を行う企業です。ネット通販は行っておらず、販売の対象年齢がかなり絞られているという印象がありますね。Amazon や楽天では見かけないわ。新聞やテレビ CM で広告を出しているなら、おじいちゃんおばあちゃんがメインターゲットってことだよな。この会社が設立されたのは2003年で、当時は歌手グループ花竜堂をマネジメントするための会社有限会社あずさ2号でした。最初は芸能事務所だったってことね。2006年4月に社名を夢グループに変更し、コンサートの開催などのイベント企画や、カラオケマシンなどの家電通信販売も始めたのです。たった十数年で通販の会社として認知されるほどになったってことか。芸能事務所としての印象は薄いわよ。CD の制作も行っており、2014年までは月刊歌謡アリーナを発行していました。2022年7月には社長と星名さんで、夢と未来へという CD も出しています。社長はマネジメントするだけじゃなくて、自分も表舞台に出ちゃうんだな。CM に自ら出ている時点で違和感はないけど、ちょっと面白いわね。夢グループの社長はゆったりとした口調と穏やかな笑顔で商品を紹介し、続々と商品を売り上げています。現在の経営状態は安定して見えますが、ここまで来るのが大変だったようです。経営方針を定めて、顧客の定着までも大変そうな印象があるぜ。この社長自身にも興味があるわ。石田社長は会社設立前、営業マンとして勤めた経歴があります。完全歩合制の訪問販売では社内表彰されるほど成績優秀だったとか。その経歴が今の CM に生きているんだな。完全歩合制ってことは、売らないとお給料全然来ないやつよね。しかし社長は思ったことを素直に言ってしまう性格のせいで、その会社をクビになっています。素直に言ってクビって、どういうことなんだ。上司から営業目標を聞かれた際、午前中で1万円稼ぎ、昼までに仕事を終わらせて、午後からパチンコでそのお金を増やすことが、今日の目標ですと答えたりしていたそうです。はっきりサボる宣言をしているわ。素直なのは長所とも取れるが、素直すぎると短所になるんだぞ。職を失った石田社長はお金のために空の瓶を集めて、酒屋さんに持って行った時に、手作りの地図を作成した人が、お店の広告を入れた代金として8000円を受け取っている場面を見たのです。広告費だな。普段目にしないだけで、いろんな稼ぎ方があるわよね。石田社長も見よう見真似で広告料を始め、なんと4000万円以上稼ぐようになっていきました。そして仕事の幅を広げるために中国へ渡り、絨毯の輸入を始めたのです。芸能事務所の前からいろいろと仕事をしてきた人だったなんて、知らなかったわ。営業から空き瓶収集、広告料を経て輸入か。1万円で仕入れた絨毯は日本だと10倍で売れる、とビジネスを始めましたが、思うように売れずにギブアップしたそうです。トントン拍子にはいかないものね。慣れない土地で商売するっていうのも難しそうだぜ。中国での失敗を香港でリベンジすることにした社長は、香港と日本を行き来する生活を7年も続けました。そして香港で知り合った実業家から高級なシルクを商材にするよう言われたのです。シルク、寝具や衣類に人気があるわ。日本のシルクは9割が輸入品って聞いたことがあるし需要はありそうだぞ。このシルクは日本で爆発的に売れました。しかし、納品の遅れや配送ミスでクレームも発生し、その数は60人のオペレーターでも対応しきれない量だったそうです。修羅場ね。大量注文を丁寧に裁くと納品が遅れるし、急ぐと配送ミスが発生しやすくなる。かといって雇用を増やすのにも時間がかかるし、大変だぜ。商品に向けてだけでなく、広告に対してもクレームが来ました。シルク素材の服をモデルが着用した写真を広告に使っていたのですが、中には社長が自ら着用した写真も使っていたようで。社長、この時からそういうことをしていたの？なんてクレームが来たのか気になるぞ。華やかなシルクなのにモデルがダサすぎるだそうです。確かに、モデルの印象は商品をアピールするのに、大きく関係していますからね。
指摘されたモデルは社長だったそうです。商品アピールのために自らモデルになったのに、それがクレームにつながったのね。本人はショックだろうが、ちょっと面白いエピソードだぜ。きちんとした芸能人をイメージモデルに起用して売り上げも上がり、その後スポンサーという立場を経て芸能事務所を設立しました。そういう流れがあったんだ。夢グループが出来上がるまで、いろいろなことがあったんだな。夢グループの所属タレントは月給制でした。それが芸能界で話題となりタレントも増えていったそうです。歩合制だと、収入が安定しないものね。仕事が安定していない人は月給制の方が安心できるのかも。そういえば、所属タレントがそんなにいるなら、夢グループの CM も所属タレントに出演してもらったらいいんじゃないの？営業や交渉、販売や広告のキャッチコピーまで自分でやるというのが社長の方針です。さらに、商品よりもタレントが目立ってしまい売り上げに結びつかないことも、過去にあったらしく、それなら自分が、ということでしょう。商品のことをよくわかっている社長の方が説明もわかりやすいってことか。映像なら広告とまた違うから、ダサいとは言われないかもしれないわ。社長だけだと画面も寂しいですが、自社所属の星名さんをパートナーにすることで、優しい説明と華やかさが CM に出ますよね。これがお年寄りに好評だそうです。星名さんが優しい口調で引き出す商品紹介と、社長のわかりやすい説明が売り上げにつながっているのね。低コストで通販事業ができるのも、芸能事務所と両立しているからだな。実際、販売している商品も需要がありそうなものが多いし、ちょっと好きになってきたぞ。しかしそんな夢グループの評判を調べると悪いものが目立ちます。便利と言われている商品の中には、ひどいなどのマイナスなレビューもありました。使う人によって感じ方は様々だけど、両極端なレビューに分かれるのかしら。高齢者に愛される商品でも、若い層から見ると物足りないっていうものは結構あるんだぜ。しかし年商が150億円を超えるほどの好調ぶりを見る限り、満足している顧客がいるというのも事実です。その中でも悪い評判が目立つっていうのは、やっぱり理由がありそうよ。そもそも CM が怪しさ満点だからな。CM の作りや雰囲気が独特で、宗教的とも言われているほか、社長の話し方もマルチ商法や詐欺臭いと勘違いしてしまう方もいるようですね。確かにバックに宗教団体や詐欺グループがいるんじゃないかと勘ぐっちゃうわ。高齢者をメインターゲットにしているあたりも余計詐欺を疑っちゃうんだぜ。実際は宗教団体とも関係ないのですが、他の CM とは世界観から何から違いますから、なぜか引き込まれてしまうんですよね。どんどん変わっていくテレビの中で、昔と何一つ変わらないスタイルを貫く。この CM をつい見てしまうのよ。何も考えないでぼーっと商品の PR を見ていって、値段の発表された時に我に返るんだよな。値引きが豪快なのよね。満単位で値下げしてさらにおまけまでついている商品があったわ。そうですね。商品をお得に購入できるというのは魅力的ですが、4万3000円の商品を1万円で販売するなど、思い切った値引きをかえって疑ってしまう人もいるようです。安くなりすぎると逆に裏があるんじゃないかって怖くなるぜ。買ってもらいたくて安くするのに、警戒されるのも面白いわね。夢グループの商品は他社の有名メーカー品と比較しても安く、半額近い価格のものもあります。思い切った値引きをしなくても十分安いという点が不安を感じさせているみたいです。安すぎても欠陥を疑ってしまうもんな。隣の国の製品と比べて日本製品は高いけど、その分頑丈で安全っていうイメージが強いものね。夢グループは世間で人気がある売れ筋商品の機能をさらに良くして、安く売るというスタイルだそうです。モノマネ商品というか、海賊版というか。なるほど。高値の人気商品を買うか迷っている時に、CM でもっと安く買える類似品が紹介されていたら買っちゃうもんな。しかもこういうのって、時間制限付きの値引きやおまけがついているから、即決しちゃうのよ。これだけ安く価格設定ができるのもいくつか理由があるように思いますが、そもそも CM に社長自ら出演している時点で人件費を抑えることができていますよね。夢グループの CM は制作費が2万円ほどだそうです。そんなに安く作れるのか？有名な俳優を起用すると1本100万円単位のギャラが発生するし、そこをがっつり削減しているわ。そして販売は店舗を構える必要のない通信販売で、9割が電話注文ということは、そこもコストを抑えて商品を販売できます。コストを最小限に抑えている上に、製品もほとんどが既製品のモノマネってことね。商品開発して広告や営業が販売していく有名メーカーと比べて、夢グループの製品が安く売れるのも納得だぜ。しかし購入者のレビューを見ると、商品が届かないというものがありました。注文してから届くまで、
最長で14日間かかることもあるそうです。2週間はちょっと遅いわ。大手の通販会社で買えば早くて翌日、遅くても1週間くらいでは届くよな。さらに、商品そのもののレビューにもマイナスなものが散見されました。どんなものがあるの？夢電動エアーベッドの購入者は空気が抜けていて朝起きたら床で寝ていた。膨らみすぎて破裂したという口コミがありました。これは、残念すぎるわね。朝起きたら空気が抜けていて実質床で寝ているの、想像したらクスッときちゃうな。他にも、夢 LED 付き16本骨傘という商品があります。こちらは名前の通り、骨が16本ついている他 LED まで付いているから、夜道も安心、という商品です。普通の傘は骨が8本のものが多いから、倍の量ついているってことだわ。夜中に LED を光らせながら帰れるのか。こちらは骨の多さから来る強風への耐久力も売りのようですが、かえって重くなってしまい、さらに LED も明るすぎて目立つという意見がありました。この傘を使ったら注目は浴びれそうよね。アイディアは面白いと思うぜ。あとは夢卓上加湿付きヒーターという商品もありまして、こちらは1台3980円とお手頃価格なのですが、マイナスな意見があまりにも多かったため、すぐに販売中止となりました。ヒーターと加湿器が一体化されているのは嬉しい商品だけど、何が悪かったのかしら。暖房と一緒に加湿は必須だもんな。近すぎると暑く、離れると寒いそうです。有名メーカーで販売されている類似品は2万円ほどするものが多いので、値段だけ見ると魅力的な商品ではありますね。安けりゃいいってものでもないのね。激安商品を買って失敗したって話は、ここに限らずどこでも聞く話だぜ。他社と比較するとやはり劣ってしまう製品もありますが、ジェルクッションなどは人気がありリピーターもいるようです。人気なものもあるのね。せっかく評判が良い製品を扱っていても、悪い評判が目立つのはもったいないことだわ。ターゲットは高齢層だし、購入した製品に満足した人が全員 SNS にレビューを書くことはないだろうからな。それもそうね。そういえば社長と一緒に出演している星名さんって、どんな人なの？星名さんは夢グループに所属している歌手で、歌謡曲からジャズまで幅広く歌うそうです。CM 内での平和なやりとりから愛人説が囁かれていました。やりとりって、どんな内容だっけ？商品紹介後に星名さんがたくさんの人に買ってもらいたいので、もう少し安くしてくださいとお願いし、社長が大胆な値下げを発表すると星名さんがすごい、安い、と、喜ぶ感じですね。確かに、事務所の社長と所属タレントって雰囲気には思えないんだぜ。かといって、あんまり上下関係を見せつけられてもねー。そうですよね。この噂は長く囁かれてきましたが、2021年9月に放送されたバラエティ番組週刊さんまとマツコに、星名さんが出演した際、愛人説についてきちんと否定していましたよ。これ、テレビで話して大丈夫な話題なんだな。本人たちに後ろめたいことがないから番組で話せたことかもしれないわ。社長自身も、いつも星名さんと一緒にいるからよく言われると言っていました。なんとお子さんにも言われるそうですが、あくまでビジネスパートナーであると結託をアピールしていましたよ。じゃあ本当に違うのか。こうやってすぐ、男女の関係を疑っちゃうのも良くないわね。さて、本日は夢グループのヤバい噂についてご紹介させていただきました。愛人説から口コミなど様々なものがありましたが、安くて話題の商品を試せる夢グループの商品は確かに魅力的ですし、星名さんと社長のやりとりもほっこりしますよね。商品によって評価も異なりますが、安価で購入できる理由も知れてスッキリしました。これからは仲睦まじい商品紹介も清い視線で見ることができそうです。それでは本日も閉店させていただきます。ミルでした。